河村彩は、日本のフリーアナウンサー、稲城市議会議員。東京都稲城市出身。カリタス女子中学校、高等学校、日本体育大学女子短期大学入学。日本体育大学体育学部社会体育学科に3年次編入。中学、高校教諭プランナーとして、人材コンサルの活動も行っている。2019年1月。 第19回統一地方選挙の4月21日、執行対象である、出身地である、稲城市議会議員選挙に,に無所属で立候補するため、政治活動を開始。無所属であるが、現役自由民主党議員、当時、オフィス北野の社長である妻三枝えだや先輩である、団官が選挙の応援に入り、結果1518票の得票で当選した。 カズメのシングルマザーであることを議員公式サイトやフェイスブックページにて公表している。静岡朝日テレビ時代フリー語テレビラジオ学法日大第44号日本体育大学2016年10月7日閲覧。綾川村インフォの投稿をフェイスブックハット綾川村インフォの投稿をフェイスブックハットあやインフォの投稿をフェイスブックハット 東京都稲城市議会議員選挙。選挙 .com。2019年4月28日閲覧。綾川村インフォの投稿を Facebook ハット、ご挨拶。川村綾子公式 HP、川村綾。2020年3月10日閲覧。シングルマザーとして直面した育児への不安や死への疑問。ありがとうございます。